このショットであの子を救う。惜しいとこまでは行ってますね。ありがとう。そんな奇跡ある？確かに。どうも、ベティ役の堀江俊です。はい、ディアリア役の石川海人です。僕たち今回はちょっと変わったフィールドにいますけれども、今回の企画は一体何ですか？ちょっとじゃあ魔法の書に聞いてみようかね。魔導書ってやつに聞いてみましょうよ。いきますよ、こちら。カットバセドラゴン絆でございます。ドラゴンの絆、うん、なるほど。まあドラゴン家を買うという作品ですから、まあ、それにちなんでドラゴンで戦おうよということで手袋してるからバレバレなんですけど。そうですね、ドラゴン。そういう意味なんですか、うん、その略。そういうこと。あ、そうなんだ。でドラゴンとドラゴンをかけて面白いねっていうやつ、うん、だから考えた人の浅ましさが分かるまあこれでなんか何をやるかというと、1人10打ずつ、だから各10打打ってって合計2500ヤードを達成したらご褒美獲得という。なるほど。そうだ、堀江くんがなんか前のね動画でご褒美獲得できてなかったじゃない。残念、もう少しだったんですけどね。ここで達成できれば堀江くんがご褒美獲得って。お、僕が、僕だけが、うん、後輩のために頑張る確かに石川さんには何のメリットもない勝負を、じゃこれから勝負というか協力戦をこれから。協力戦を。そうなんですよ。ちょっとお願いします。僕ちなみにゴルフ経験一切なくて。え、1人10打ってことは20打で2500ということな、ね、僕多分100もいかないんですよ。え、やばい。なで200ぐらいいかれますか？もしかして。いやいや、わかんない。でも俺もその高校時代にちょろっと授業でやってたぐらいだから、うんうんうん、だから堀江くんの覚醒を期待するしかない。期待するしかない。お願い、頼むよ。わかりました。そもそも自分のご褒美ですもんね。そうだよ、自分のために頑張ってわかりましたそうだよ。ではまずは僕から始めてみたいと思います。頑張って。はい、持ち方は先ほど習いましたので、こうですね。こうだ。でもこれは肩の力を抜くのが重要なんですよ。なるほどね。で腰で打つということを先ほど聞きましたので、いきます。ガッチガチだし、すかしてるし、もう最悪だよねボールをずっと見ることが大事なんですよ。あ、なるほどなるほど、ありがとうありがとう。あ、いった。 あ、でもね、すごい奇跡なんだけど機械が認識しない場所に入っていってしまってるよね。どこに？だってボール飛んでないもんね。飛んでないっすね。これ ラッキーじゃない？ラッキー、もう一球受けんじゃない？あ、もう一球受けんすか、うん、そんな奇跡ある？確かに。でも打てなくはないんだな。当たらなくはないだね。確かに。参ります。確かにじゃないよちょっと肩の力を抜きます。うん、お、あ、結構行きました。いや、冗談だろ。わざとにしたってやりすぎだぞマジで、マジで、14。あ、まあ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 、四捨五入で15ヤードってことに。15ヤード、まあまあ結構いった方じゃないですか。確かにね。もうマジで、マジで。はい、ということで、第2代石川海人が行かせていただきます。はい、一応ね、高校の授業でね、やらせていただいて、経験者、スイングのやり方とかは知ってるんですけど、当たるかどうかの問題ですよね。もう様になってますからね。いきます。うわ、すげえ。いやー、ゴミ。200ヤードいかない。いけいけ。やばいやばいやばい。うえ、よー。あー、やばい。すげえ。およそ僕の10倍。155ヤードですね。いや、これはやばい。200ヤードいかないとやばいんだよ。なぜなら堀江くんがもうゼロだから今の石川さんのフォームを見て、そう、俺が10打稼いだとしても2000ヤードしかいかないんですよ。で、今のでもう1950ヤードいけばいい方になっちゃったんで、堀江くんに500ヤードは稼いでもらわないとやばいね。任せてください。頼んだよ。はい、力はやっぱ入れすぎちゃうんだよな。足が長いのかな、もしかしたらうわマジで。100年の恋も冷めるレベルの運動神経の悪さなんだけど本当にやばい。本当に
参る。あ、ナイス、いいね、すごい。え、すごくないですか。お、すごい。おい、さっきの4倍だよ。コツ掴みました。完璧。優しい。最高だよ、本当最高の後輩になって思ってない。心と言動が頑張らなきゃ。俺が頑張らなきゃ。いきます。あー、もうゴミ。音めっちゃいい。音だけなんだよな。120ヤードでございます。全然ないな。やばいよこれ。2500はハードル高いって。やっぱ僕音を響かせようとするのやめます。え、そういう目標でやってたの。かわいいやつ。あ、行ったんじゃん。行った。あ、うんうん、あ、まあ、力抑えた結果いい感じだね。うん、ナイス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 、大将ナイス。よし、お願いします。ここら辺だろう。よし、あまり気負わずに打った方がいいんだな、きっとな。あ、そうですね、うんうん、だからもうこのままこうやってこうです。すごすぎ。わー、あー、やばい、200いかねー。いかないもんですね、なかなか。161ヤード。うーん、初心者だねー。惜しいとこまでは行ってますね。ありがとう。任せてください、あとは。参ります。腰で打つんだ。やばい、これマジでゴルフデートとか行ったらマジで速攻振られるやつよね。確かに、絶対ゴルフデートせんとこ。参ります。はい。 お、いいね、いいじゃん。お、え、お、すごい。あ、どんどん成長してます。お、めっちゃ伸びてるって。この調子です。そうだよ、これだよ。やっぱこうじゃなくちゃ主人公はよ。頑張ろう。俺もなんか150ヤードで生きてるやつって思われたくないな。頑張ろう。よし、やります。お願いします。うわー、ゴミ。行ったんじゃ。行かない。あー、やばい、本番になって。クソ、137ヤードです。確かに練習だったら。練習の10打をなんとか生かしてもらえませんか。参ります。やべえ、当たる。あ、すごい。まあまあ、おー、まあまあまあ、いいじゃん。感覚はつかんできました、うん、やっぱゴルフってさ、当てるのがまず難しいって言われてるらしいから。そこよね。そうなんですよ。お願いします。はい。お、音だけはいいんだよな。え、200はいった。213ヤード。やったぜ。すげえ、やった、やっと200超えた。嬉しい。うわ、すげえ、負けてられない。ま、もう、おお、そうだね。150は行きたいな。お、あ、150いくかも。お、何ヤードだった。あ、74ヤードです。おお、あと2倍じゃん。いける。これ、どうしよう。ごめんなさい、今合計何ヤードですか。1100? 1111。あ、いけなくはないですね。一生懸命頑張ります。1111でしょ。マジ無理じゃん。いや、無理じゃない、いける。無理じゃないです。頑張ります。お願いします。250ヤードを出すんや。お願いします。いきます。はい。お、あー、また横にそれるのやめてくれー。ファー。でも200は超えて201ヤードです。くー、こんなに横にそれる。このシミュレーターマジで性能いい。僕も横に反れるのなんとかしたい。ちょっと待って、こうしよっかな。あ、立ち位置ね。立ち位置、うん、あとつま先の方向とかもね。
大事かもね。こうかも。まあ何が正しいかは言わんけど、ね、足開きのこう幅とかもね結構大事かもしれないね。おおおおおおおあい、おすごい、100ヤード超えるじゃん。もうちょっとですね。ね、目標目標。あ、大事大事大事。よし頑張るぞ。俺が堀江くんを支えるんだ。堀江くんの分まで俺が頑張んないと。あの子だけが悲しい顔をしちゃいけない。優しい主人公思います。誰も悲しい思いなんてしちゃいけないんだ。このショットであの子を救う。鐘が鳴った鐘が鳴った。誰も救えなかった。183ヤード。これはそれじゃ、いやこれやばいよ。え、今何打ぐらいが終わったところですか、僕が打ったところで。今7打。今7打で、今合計何ヤードですか。1589。つまりあと1000って、まあ、950ぐらい。ええ、900違う、920だから一旦あたり300。そうだ、余裕だね。そうっすね。うん、堀江くんが300出してくれればいいんだもん。全然余裕じゃん。確かに。いけるって。わかりました、頑張ろう。参ります。いける。はい、いけ。怖い。俺の名字なんだと思ってんだよ。石川。そう、石川プロだぜ。本当だ。えっ、いけるいける。お願いします。あと3打でいいんです、ください。僕に家をください。かしこまりました。勇者対策用地下ダンジョンです。誰かいらっしゃれ。出会えますよ、いつかレティさんだけの家に。ドラゴン家を買う。